雑談でございます。皆さんどうもいかがお過ごしでしょうか。いやー、それにしても暑いですね。どっかは40度とかね、超えちゃってすごい考えられない猛暑になってますね。あや、びっくりでございます。皆さんも熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいませです。さて、今回は最近購入というか取引というかなんて言ったらいいんだろう、まあ購入ですね。購入した、パソコンについて、お話ししていきたいと思うのですが、某フリマサイトをちょっと利用させていただきまして、すっごい欲しかったパソコン、まあ以前も少し触れたのですが、すごい欲しかったソニーのパソコンがあるって、言ってて、まあそれだったんですけども、もうなんかいやらしい話、なんかお金がかかったというか、まあそれはいいんですよ。まあ欲しかったパソコンだったので、まあ状態も良かったんですね。キーボードとかすごい未使用で、ありえないこの状態、ほぼなんか未使用で、あとタワーの方ですかね、内部がものすごく香水臭かったんですよどうしたらこんな香水臭くなるみたいな、びっくりして、中をこう開いて、まあ状態を確認しようと思って中を開いたらめちゃくちゃ香水臭くて、って思って、これマザーボードに香水かけてないよねって思うぐらい香水臭くて、ちょっとありえなかったんですね。でまあ文句は言ってないですけど、ちょっと複雑な気持ちになりまして、まあ、ちゃんと動きはしたんですけど、匂いはね、私も生まれて初めてあんな香水臭いパソコンを入手したというかびっくりですよ。もうって思って、なんかこれ絶対どっか引っかかってないよねみたいな感じで思いながら、ちょっとおどおどしながら触ったんですけども、まあまあ中もタワーの方がすごかったですね。ホコリだらけで、これ何年掃除してないんだとか思ってまあ送ってくださった方はすっごくいい方だったんですね。でなんか、ついて、まあ、そこそこお金もかかってるじゃないですか。で、うわぁ。なんて言ったらいいのかな、もう。とにかく複雑な気持ちになりましたね。本当になんか、ネットの、某有名、フリマサイトは、こう、言っちゃう言葉の語弊があるかもしれないけど、当たり外れがあるかなと思いました。でもまあ、ジャンクとか書いてなかったので、まあ中は見てもジャンクとかではなかったので、ただ匂い付きいらないよって感じでしたね。びっくりしました。こういうこともあるんだなと思って、もうそれからは、この、フリマサイトさんは、利用してません。っていうか、利用しません。初めて利用したんで、こんなこともあるんだ、なんて思いながら、
状態を見ましたけど、まだタバコ臭いとかの方が良かったかもしれないいや、タバコの匂いきついのはちょっと勘弁ですけど、まだいいかな。びっくりした。なんで香水臭くなるかな。どこをどうすればそんな中が香水の匂いで充満するのかなんて思ってびっくりしました。わからないものですね。届いてみないとね。怒ってしまった後のことなんで、あまりもう言いたくはないのですが、そういうことありましたね。もうパソコンを送ってくださった方なんですが、その方はパソコンの初心者なのかなと思っては感じました。そうだ、一度ノートパソコンを違うサイトさんで頼んで、これはもうちゃんとした買う方の、購入する方のパソコンショップだったんですけども、ショップで頼んだら猫臭かったっていうのはあります猫ちゃんの匂いがしたっていうのはありますけどね。トイトラブルは生き物なのかなと思いながら、初めての経験だったのでちょっとびっくりしました。皆さんはこういう経験はありますでしょうかないでしょうが、まあ、ではこれぐらいにして、さてゲームの話に移りましょうかね。唐突に、始めてしまったドラゴンクエスト5 本当は1からプレイしたかったんですけども、実況やられてる方がたくさんいて、なんか5からになりました。なんでその理由は5からに行きました。結構スローペースで更新していくとは思いますが、ヒント、今プレイしている、ファイナルファンタジーと、平等に更新していこうかと思っておりますので、もしよかったらやってください。お願いします。最近のびっくりしたことはこれぐらいかな暑いので、本当にこれはくれぐれも重症には注意をということで、水分しっかりとって重症暑さ対策、暑さ言えてない暑さ対策、あ、もう言えない暑さ対策をしっかりとなさってくださいませです。前半愚痴みたいになってしまって大変申し訳ございません悪口ではないんですただ匂いがきつかったっていう、そういう話なんです。それでは今回はちょっとゲームの話は短いですが、これで終了にしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。失礼いたします。